唐鉄とは中国神話の怪物。体は牛か羊で曲がった角、虎の牙、人の爪、人の顔などを持つ。唐鉄の唐は財産をむさぼる、鉄は食物をむさぼるの意である。何でも食べる猛獣というイメージから転じて魔を喰らうという考えが生まれ、後代には魔除けの意味を持つようになった。陰代から襲来にかけて、 唐鉄文と呼ばれる模様が青銅器や玉器の修飾に部分的に用いられる。この頃の王は神の意志を人間に伝えるものとして君臨していた。その地位を広く知らしめ、神を畏敬させることで民を従わせるために、祭事の道具であるこのような器具に唐鉄文を入れたものとされる。良所文化の玉層には唐鉄文のすぐ下に王の顔が彫られたものも出土している。 ただし、これらの装飾が当初から唐鉄と呼ばれる存在の描写であったという証拠は何もなく、後世に唐鉄文と呼ばれているだけである。そのため、中国考古学の専門家である林美濃はこれを十面門と呼んでいる。唐鉄文を私有を表しているとする文献があることや、同じ炎帝の子孫とされていることから、本来唐鉄は、 私ゆと同一の存在だったのではないかと考えられている。また、三回行に登場するという獣も、東鉄と同一とされる。小圧氏、九期、等と共に四教の一つとされる。東方一日の新異行には、東鉄、十名、未成寺、人面、目在役か食人という記述がある。明世には、龍の子である、達尾九氏の一つで、 その5番目に当たるとされた。飲食を好むという。鎌田忠、た米山虎太郎、審判看護林大衆館、書店、1999年4月1日、6班、1213ページ。ISBN44 億6 9 0 3万1070。林美奈神と獣の模様学、中国古代の神々、吉川博文館、2004年7月1日。 5ページ。ISBN4 から642079300。演歌。中国神話、伝説大辞典大衆館。書店1999年。515,516ページ。中国神話、伝説大辞典617ページ。ありがとうございます。